も智也、早かったな。まあまあ10分は誤差範囲だろ。おい、あそこにしようぜ。おい、何ぼんやりしてんだ。これか。これはな、普通の紙もルーズリーフのようにしてしまう文明の利器があるのだよ。すげえだろそれ。これがあれば何でもファイルできるんだぜ。ん？商店街の文房具屋で見つけたんだ。さて、俺はそろそろ帰るぜ。お前はどうすんだ？じゃあ俺はここで。お前はあれ買いに行くんだろ。いやほら、なんか物欲しそうな顔してたからな。ああ、バッチリと。ま、俺は帰るからな。じゃあな。おう。
これに乗ってからね。そしたらちょっと休憩にしよう。順番だよ。よかったね。それで時間に遅れちゃったんだけどね。お弁当？いいよ。私もお腹空いちゃったし。
ねえ、どうだった？美味しかった？今日はトモヤの好きなもの入れたんだけど、わかった。さすがにサンドイッチにたくあんは挟まないと思うけど、本当にわからないの？じゃあ言ってみてよ。あったり。どうしたの？それじゃあ、ご飯も食べたし、次、あのフリーフォールに行こっか。ともちゃん、逃げたりするのよ。でもちゃんと謝れば許してもらえたかもしれないじゃない。
それを言うなら勝率記録が、じゃない？だって一回だけ捕まったことあったもん。あったよ、小学校の近所のあの大文字じいさんのお城みたいな豪邸に忍び込んだ時。うん、まあ今ではあの豪邸も他人の手に渡っちゃってるみたいだけど、とにかくそこにいつものともちゃん、あやちゃん、ゆえの3人で忍び込んで、そしたらいきなりともちゃんは何を思ったのか、庭にあったプールのように広大な池の中に飛び込んでいって、時価何百万円もする錦鯉をとっ捕まえ始めたの。それからその捕まえた鯉を近くに落ちてたゴルフクラブに紐だか針金だかなんだかで祝いつけて、んでそれを振り回しながら、バイバイリアル鯉のぼりなんて言ってはしゃぎまくって、町内中を駆けずに回った挙句、最終的には近所の人に通報されて、あっけなく御用になったと。思い出した？ね？そうだったの？感じてないでしょ。やっぱりね。いつものだよね。ねえ、たまにはさ、ユニパンとかも買ってよ。ね？ほら、あの手のやつってともやくん好きでしょ？それはそうと、ちょっと放課後来てくれないかな。そうそう、放課後。ちょっとだけ頼みたいことがあるんだ。まあまあ、後でね。ほれほれ。お目覚め？どういう意味よ。
止めてほしかった。まあ私が母親だったとしても三上くんみたいな手のかかる子は勘弁してほしいな。近所に知れたら次の日には引っ越さなきゃいけなくなりそう。ま、冗談はともかくとして、もう少しだからちゃんと起きてなよ。通り伝票だけど、ちょっと溜まっちゃってね。あら、私も苦手。奇遇ね。確かじゃなくて間違いなく大学生よ。頭にビューリホーがつくよね。いわばビューリホー女子大生ってとこね。実は経済学部2年生ご不満？浪人とか留年とかしてたらそうとも限らないよ。してないよ。だいたいなんでそんなこと聞くの？ほら、試験の時はノート借りられるしね。他にもいろいろなテクニックってのがあってね。ま、大人の世界ってやつ？